ハニューゆずガンダムと奇跡のコラボ。ミーティアで宇宙空間を創出ミーティアで見せる圧巻のガンダム舞踏。プロフィギュアスケーターハニューゆずさんのアイスショー、ファンタジー・オン・アイス2024が5月24日に開幕した。TM. レボリューションの西川隆則さんとのコラボでアニメ、機動戦士ガンダムシードシリーズの挿入歌、ミーティアを披露。 まるでリンクが宇宙空間になったかような圧巻の演出と表現力で羽生さんとガンダム双方のファンを魅了した。JB プレス。田中柔、直美学園大学スポーツマネジメント学部准教授。総立ちの観客の惜しみない拍手が幕張の夜に響いた。フィギュアスケートのアイスショー、ファンタジー・オン・アイス2024幕張公演が5月24日、千葉・幕張メッセで開演した。五輪を2連覇し、 その後に転校したプロスケーターとして3シーズン目を迎えた羽生結弦さんは大鳥で t m レボリューションの西川隆則さんとの夢コラボレーションを実現させ、アニメ、機動戦士ガンダムシードシリーズの挿入歌、ミーティアを初披露した。卓越したスケーティングと磨き上げた表現力はもちろん、衣装の細部にまでこだわり、会場全体に宇宙空間を喪失させる圧巻のパフォーマンスだった。ありがとうございました。 羽生さんが恒例としている感謝のオスたけびとともに、フィナーレが幕を閉じた。感激と興奮が混ざり合った会場で、羽生さんのファンでもあり、ガンダムファンでもあるという女性は公演直後の会場で、こう話していた。もう、最高すぎて泣きました。羽生さんがめちゃくちゃ、フリーダム、ガンダムの期待でした。今夜は本当に良いものを見させていただきました。 レクイエム戦略兵器は破壊され、世界は救われた。というくらいの爽快感です。今年1月26日からシリーズ最新作として公開され、興行収入47億円、観客動員280万人を突破したロングランのガンダムシードフリーダムの全国規模の上映は、一部を除いて正前夜の23日が最終日だった。これも必然の演出だったのだろうか。 ハニューさんの大トリの演技は、会場の観客をガンダムの世界へと引き込んだ。リンクから天井までが壮大な宇宙空間で覆われ、戦闘シーンに採用されるミーティアには歌詞に込められたメッセージも強い。そんな音楽が流れ、西川さんの力強くも儚い歌声がリンク全体に響き渡る。触れてても冷たい指先。ハニューさんは、機動戦士ガンダムシードのガンダムの機体、 フリーダムをモチーフにしたと見られる白とブルーのきらびやかな衣装に身を包んでいた。ガンダムにフィギュアスケートの技術と芸術性が融合。右肩には翼と見られるデザインをあしらうこだわりようだ。哀愁も漂わせるボーカルに乗せたスケーティングには、コラボレーションする楽曲やアーティストへのリスペクトの念が深く存在しているようだった。プロとなり、演者だけでなく、 自ら作品を生み出していくクリエイティブな世界に身を置くからこその前にも見えた。自身のファンだけではなく、ガンダムファンをも納得させ、魅了する。そのためにオリジナル作品を存分に理解した上で、モビルスーツの動きなども振り付けに取り入れ、リンクがまるで宇宙空間になったかのような錯覚を植え付けていった。演じるのがプロスケーターの羽生さんだからこそ、高さと幅を備えたトリプルアクセルなども組み込んで、 ガンダムにフィギュアスケートの技術と芸術性を融合させた。会場の熱気は最高潮に達し、演目が終わった瞬間、会場内は5000人超のファンによる惜しみないスタンディングオベーションに包まれた。客席の至るところでバナーが揺れる中、羽生さんはリンクサイドのステージへと拍手をしながら歩み寄りながら、観客にも西川さんへの称賛を促し、自らもがっちりと握手を交わした。 t m r e v o l u t i o n の西川隆則さんとのコラボで世界観にこだわり、羽生さんと大物アーティストとの豪華コラボには、ファンタジー・オン・アイスの醍醐味が詰まっている。これまでも、羽生さんはいくたの名アーティストの奏でるボーカルに乗せ、g にも10にも対応し、縦横無尽にリンクを滑って斬新なプログラムを演じてきた。そこに新たな進化が加わった。テイストが違う今回は、 アーティストとのコラボで曲を滑るという次元を飛び越え、ガンダム作品の世界観をリンクで演出するという、また一つ新たな変革を生み出していた。この日のショー自体も前半に、西川さんが登場した場面で、劇場映画の主題歌、フリーダムが、アンサンブルスケーターたちによって披露されている。西川さんが成果を響かせるステージがリンクへと動き出し、まるで艦長が先頭に挑むモビルスーツ、 アンサンブルスケーターを操るかのようだった。続けて、西川さんが歌い上げたのが、田中圭司さんが滑った時の、機動戦士ガンダム逆襲のシャアの名曲、ビヨンド・ザ・タイム。前半に披露された2曲は、羽生さんが演じたクライマックスへの布石として、ショー全体の完成度を高める役割を担っていた。かきまみえた、プロスケーターとしてのトレーニングの軌跡。この日の羽生さんは、 前半にもサプライズで登場したこのショーではオープニングと大トリでのアーティストとのコラボに登場することが恒例だったが今回は前半の終盤にも出番が回ってきた純白の衣装で登場すると3月の「ノッテ・ステレータ2024」で初めて披露したダニー・ボーイを舞うライトアップ前から薄く暗い会場に羽生さんのシルエットが見て取れると会場からは早くも大歓声が沸き起こった アイルランド民謡を、ピアノで奏でたしっとりとした音色のプログラムで2種類の3回転と、ディレードで舞うアクセル、大きく胸を反らせて美しい子を表情に描くような圧巻のインバウアーで、希望、をコンセプトにしたプログラムを演じ上げた。フィナーレでは、また別の一面で見せる。西川さんの代表曲、ハイプレッシャーの音に乗せ、キレのあるステップを披露した。ノースリーブの衣装から見える二の腕などの筋肉は、 まさに鍛え上げたアスリートの決勝競技者時代よりもたくさんのトレーニングを積み重ねてきたプロスケーターの軌跡が垣間見えた瞬間だった最後の最後に見せ場も用意した出演スケーターたちが順番に華麗な舞いや大技を決める会場の熱が温まってきた盛り上げりの最後を担うのもまた主役の宿命である羽生さんは高まる期待が込められた熱視線を集めつつ誰よりも鮮やかな 回転軸の細い4回転トーループを成功させたいつものようにアーティストへ感謝の気持ちを称える羽生さんはステージの段差でアーティストからは見えない場所にしゃがみ込むと客席へ向かってもっともっととより大きな拍手を促す姿が印象的だった主役としてこの日一番のジャンプで魅了しさらにはほくろに徹してショー全体の盛り上げをマネジメントするまもなく初夏を告げようとするこの時期 今年も羽生さんが降り立った幕張の縁は、最高の余韻を残して幕を閉じた。田中中田中光る、直美学園大学スポーツマネジメント学部准教授。1978年京都府生まれ。早稲田大学大学院スポーツ科学研究科修士課程を修了。産経新聞社を経て現職。専門はスポーツメディア論。プロ野球や米大リーグ、フィギュアスケートなどを取材し、 子供たちのスポーツ環境に関する報道もライフワーク。著書に、羽生譲るの肖像、山と警告者協著に、スポーツをしない子供たち、不創者新書、など。田中重。